皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはですね、古い曲なんですけど、もう今や最新の匂いさえするシティポップと呼ばれるジャンルの曲だと思います。今聴くとかっこいいですよ、本当に。この曲です。ドーン、パープルタウン、矢上純子さんのあの曲。今聴いて弾いたら気持ちがいい。もうこれまさに今ね、また世界中で今人気があるこれシティポップっぽい感じのもうな匂いがプンプン、もうすごいおしゃれなんですよ。やってみましょう。このウクレレで弾きましょう。思いっきり、はい、いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者バージョンでございまして、もうめちゃめちゃ簡単にしてますから、初心者の方でもすぐできると思います。後半かっこいいバージョン、かっこいいバージョンはちょっとね凝ったリズムいっぱい入れてます。でもね、めちゃくちゃ難しいかっていうとそうでもなくて、ちょっとこう脳トレなんで、楽しみながらギリギリできるかできないかっていう楽しいラインだと思いますよ。ちょっと中級者の方もチャレンジしてみてください。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ってたんだけど、もうチャンスがなくてねという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんですけど難しくて断念しましたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレでもうどんどん弾いて歌う、弾き語りができるプログラムがあるんですよ。このガズレレプログラム、これがもうめちゃくちゃわかりやすくて大好評で、世界中で今もう何十万人もガズレレで音楽始めてます。皆さんもすぐきっとできると思います。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけでも本当にあっという間にできますからね。 YouTube だから無料ですよ。今すぐ音楽始めましょう。じゃあここからです。いってらっしゃい。来るか、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾いて歌える、弾き語りができるレッスン動画と課題曲、もうすでに1600曲は優に超えております。はい、皆さんの好きな曲もたくさんあると思います。今日みたいな昭和の名曲もいっぱいありますね。ここにちょっとねリンク貼っときます。まあ、特集ページがありますんでね。さあそれでは早速やっていきましょう。パープルタウン、ガズレレリーシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1,2,3。せーの、チャカチャ。
矢上純子さんのパープルタウン、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。かっこいい、かっこいいんですよ。この A メロとか B メロはちょっと切ないんだけど、サビになってカードが明るくなるわけ。そしていきなりニューヨークとか言って、なんか外国だったのかみたいな、なんかもうすごい世界観ですけども、なんか80年代のもうね、景気がいい元気な感じと、あと洋楽の感じですよね。あれがうまいことミックスされている、まあ今シティポップと呼ばれているもうね、感じが出ております。そしてこのボーカルラインでも気持ちがいいこと、これまたね、もう本当にハマっちゃいますよ。はい。で、今聴いていただいたのはガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンです。シンプル簡単バージョンは、1番と2番と、B メロとサビをやって、最後ラストの繰り返しで、だんだんボリューム小さくなっていたフェードアウトっていうのをやってました。ああいうのいいですよ。CD とかレコード聴いてると、だんだん音ちっちゃくなるやつを、こうやって自分で弾いて再現して、どんどんちっちゃくしてる。はい。そんなバージョンでやったんですけど、今日ね、これからやる後半のかっこいいバージョンは、フルコーラス全部やります。1番、2番やって、B メロやって、サビやって、3番やって、B メロやって、サビやって、エンディング。はい。フルでやりたい方、後半のかっこいいバージョンをちょっと参考してもらいたいんですけど、まずは今のね、シンプル簡単バージョン、ゆっくりとガズレレ簡単バージョンの動画に合わせて、歌詞とコード出てますから、合わせて練習どんどんしてください。まず1個目のゴールはですね、ガズレレ YouTube 簡単版に合わせて一緒にできた時です。それできた方おめでとうございます。できた方はどんどん次のステップに行きましょう。次のステップは何かというと、今度はね、ガズレレ YouTube を全く見ずに、ご自身一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやってもらいたいと思うんですけど。いやー、さすがにちょっと、YouTube と合わせられるだけではやっぱ歌詞とかコード覚えていないでしょうから。まず最初は楽譜みたいなものを見て、その楽譜をこうね、もうほんと自分の中に落とし込むような、もう会話しながら覚えちゃって。いずれは青空の下でニューヨークとか行って歌うのが最高だと思うんですけど、まあでも最初はやっぱ楽譜をどうにかして手に入れましょう。楽譜を手に入れるってどうしたらいいですかということなんですけど、安心してください。今ね、見てください。ガズが手書きで書いたこのノート、このパープルだ、これを今見ながらガズ演奏していったんですよ。もうちょっとしたらこんな風に画面にこういう風に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいかがですかってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス始まってます。これです、ガズクラブ。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のパープルターンを含むガズが今まで書きまくってきた手書きノート楽譜、毎月5曲皆さんが面白そうやってみたいなと思う曲を選んでいただいて、お手元に毎月5曲ダウンロードしてすぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てる、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね、とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね。まあこれ面白い。二つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと概要欄にこの二つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといって、ガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送配信してます。スタンド FM というとこで、ラジオ配信してば、どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしといてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。パープルタウン、矢上純子さんの曲でございます。このイントロがね、もう怪しいイントロなんですよ。これこんな感じで始まるんですけど、ここちょっと疾走ビートとか書いてあるんですけど、これね、後半やるかっこいいバージョンではこのリズムでやりますって、ちょっとね、下にくるっと書いてあるやつは、かっこいいバージョンの指令が多いんですよね。で、ここね、矢印もシンコペーションとかかっこいいバージョン、ここね、すごい凝ったリズムになります。はい、ここもタタタタタとかかっこいいバージョンではここ、いろいろ指令があります。これ伸ばすとかはね、今の共通ですけど、はい、そんな感じでちょっと見分けておいてください。ではこうやって今大きく写しとくんで、ノートとかに書き出してください。あとデモ演奏中のテロップを書いてもらうのもいいと思うし、さっき紹介させてもらったガズクラブで、このノート楽譜そのものをお手元にダウンロードしていただくのもすごく便利だと思います。ガズのノートの特徴はいつも言うんですけど、この点でリズムを測ってるんで、これがね、相当役立つと思います。
はい、ひとまず A メロ1と A メロ2をアップで移します。ちょっとね、ね、ちょっといろいろ書いてあるから、ね、ちょっと細かくなっちゃったんですけど、このね、結構歌はね、簡単なんだけど、あの味を出すのは難しいというタイプの歌ですね。ワンブロック、今日ちっちゃいですよ。1234、1234、はい、こんな風になってます。はい、そしてこの B メロ、この怪しい B メロはいいですよね。 I love you more and more Love you more and more、 はい、こんな感じ。はい、で、ここがサビです。ここで急に明るくなるんですけど、本来ですね、ここちょっと転調してるんですよ。でもここはガズレレ簡単ウクレレ教室ですんで、C で行きました。これね、こっちでやっても全然違和感ないと思いますよ。はい。どんどんこれでまず楽しんで音楽やっていきましょう。はい。でここにくるっと囲ったらこれね、後半やるかっこいいバージョンでは、ここ F を押さえたまま C のところも押さえてねっていうふうに後で解説しましたけど、ちょっとこう書いておきますね。はい。で、ここにもこう、矢印マークで決めとかいろいろ入ってきます。で、感想をやって。で、今のはね、シンプル簡単バージョンは、ここ、紫に煙る夜明けで、ここパープルターン、パープルターン繰り返してエンディングに入ったということなんです。で、後半やるかっこいいバージョンでは、ここから感想で繋いで、3番に入っていきます。3番も1番と2番のエメルと一緒で、コード進行してると歌詞が変わってきますね。はい。それで、ここから、3番終わったらここに書いてある。B メロ行ってサビやって、繰り返して、サビ2回繰り返してかな。で、エンディングに入っていくという、そういう構成になっておりますと。はい。これがガズレレオリジナルバージョンでございます。はい。それでは出てくるコードの解説いきましょう。今日ね、やったシンプル簡単バージョン、ここです。ちょっと場所なくなっちゃってな、コードネームだけですけど。赤く囲ってるやつは、後半やるかっこいいバージョンで使う。ちょっとひとまず今隠しておきます。今言います。C と Am と F。Dm, D7, G7, E7, Em7。このね、8個のコード。これはね、皆さん、めっちゃ安心してもらいたい、ものすごい入門コードのグループなんです。これです。ドン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレ で音楽始めたいなと思う楽器初心者の方に、ウクレレ初心者の方に、一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループでございます。この10個のコードを覚えておいたらね、もう本当にすごい弾けるんですけど、でも10個も覚えなきゃいけないのと思うかもしれないけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれもめちゃ簡単ですよ。だけどね、いっぺんに覚えると頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう、すごい動画を撮っております。その動画見てで、どんどん覚えちゃいましょう。ここにリンク貼っておきます。これでもう覚えちゃってください。今日そのうちの8個出てくるわけですから。遅かれ早かれ、マスターしたいコード。ガズレレ必須コードを覚えていこうということでございます。はい。したらですね、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、これはですね、かっこいいバージョンになると急にドーンとね、難しいというか楽しいというかリズムノートレがもう炸裂するんで、まあ、しっかり今の段階で歌のね、練習しといてくださいね。4つ弾きで、悲しみの、出るはずす。言葉のタイミングとこのメロディーライン。もう皆さん十分分かってると思うけどね。はい。じゃあこっからですね。かっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンは結構奥深いですけどね。で、じゃあ出てくるコード追加。まず1個目。これは簡単。C メジャー7。これはね、本当の C。C ってここでしょ？ただの C って。C メジャー7ってここです。これが響きがいいんですよ。これを使っていきます。簡単だから、これはすぐできる。もう1個のコードはこれ。E7 サス4です。E7 サス4も結構簡単だと思うんだよね。入門コードのうちの1個 E7 をこうやって押さえます。これ E7 わかるよね。人差し指見て。これがここになったら E7 サス4。離れたら E7。これ交互に使う。こんな感じですね。ここが切ない感じで E7 サス4を使って盛り上げていきましょう。さあ、そして出てくるリズムなんですけど、今日はね、リズムがね、すごいね、楽しいんですよ。いきます。ドン。8ビートのチャと、カッティングと、疾走ビートと、シンコペーションって感じかな。はい。これは今日はリズムは最初に言っておきます。結構面白くて深い。簡単ではないってことですけど。はい。今出てる4つのリズムの弾き方の解説動画をここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚なんですけど、それぞれの濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードされておりますので、じっくり擦り切れるほど見て、ちょっとリズム勉強してみてください。基本になるとは8ビートのチャ、こんな感じ。Am を押さえて。で、疾走ビートっていうリズムがあるんですけど、これはね、イントロと、B メロかな。I love more and more。ここでちょっとこうね、弾いたリズムとして、ちょっと落ち着いたリズムとして使いたい。こんな感じ。疾走ビートっていうのは C でやると、チャも入れない。アクセントだけで、この、トゥトゥタトゥトゥトゥタトゥトゥトゥ、ア
アクセントだけでこうドライブ感を出すという、そのリズムの手法でございまして、さっきのリズムの解説とかちょっとよく見てね、このね、グルーヴ感出していきましょう。そしてね、この曲、カッティングとかこのシンコペーション出てくるんですけど、曲の中でちょっと紹介していきましょう。それではイントロの解説です。さっきも言ったんですけど、イントロと B メロは疾走ビートで柔らかく、ドンドンダンドンドンドンダンドンドンドンダンドンドンドン、淡々といく感じですね。で、今日一番ね、キーポイントになるのは実は A メロですね。A メロではですね、カッティングとシンコペーションと8ビートの茶が混ざったフレーズです。ちょっと最初デモ演奏してみます。ワン、ツー、スリー、フォー。悲しみのベルを外す。わかる？ちょっともう一回歌わずにやります。ワン、ツー、スリー、フォー。すごいでしょ、これ。これカッティングっていうのが入ってきます。ダーダー、カッカッカッカ。この、カカカカ言ってる左手触って弦を止めて、その時カチャカチャ言わせてる。で、カチャカチャ言わせてる時にも、チャを入れてます。いろいろ混ざって、ダンチャッパッツッタチャ、ここまではいい？ダンチャッパッツッタチャ、ダーチャですね、いきなりダーチャッタツッタチャ、はい。で、シンコペーションが入ってくるんですよ。もう一個 Am なシンコペーションだから、ちょっとよく聞いててね、ダーチャッカツクアップで、ダーダーチャッカツクチャック、はい。カタカナで書くとこうなります。せーの、ダーチャッカツクチャッ、ダーダーチャッカツクチャック、はい。もう一回、せーの、ダーチャッカツクチャッ、ダーダーチャッカツクチャック、はい。これです。今度 Em7 で、ダーチャッカツクチャッ、ダーチャッカツクチャッ、ダーチャッカツクだ、ここが突っ込んでるから矢印マークシンコペーションマークです。はい、ここがちょっと難しいです。まず難しかったらカッティングなしにしてシンコペーションだけでやってみてください。悲しみの悲しみのベールを外す、こんな感じですね。ここでカッティングを入れる。ダンダチチチチ、ダンダダチチチチ、ダンダチチチチ、ダンダダチチチチ、はい。ここじっくり練習してカッティングと8ビートのチャとシンコペーションのミクスチャーされてるところです。ここがちょっと一番難しいかな。で、後半は、まくて、こんな感じで普通の8ビートに行きますね。ここのところだけです。A メロ1番、A メロ2番、A メロ3番の、この前半のところ、全部この弾き方でいく。ゆっくり練習していってください。で、A メロ1番の一番最後のところと A メロ2番に行くところの間に、ちょっとフレーズを入れようかなと思います。ちょっと聞いててね。まるで今あなたのかな。せーの。ここは普通の8ビートのチャですからね。なーなー、ここ C メジャー7でしょ。胸に、ここで、ダダダダ、次ですよ。このフレーズ入れたい。これ結構簡単。一応タブー出しますけど、簡単ですよ、これ。1弦で、00232、0。最後だけ、2弦の3フレット。はい。もう一回じゃあ、胸にいるようから。せーの。胸にいる。次で、ダダ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 。はい。OK。00232、0。2弦の3。タブ譜も一応ここに書きます。タブ譜の読み方わかんない人は概要欄にリンク貼っておきますので勉強してください。これ見るほどでもないと思うけど、もう一回1弦の00232、0、2弦の3、一瞬芸です。もしちょっと余裕出てきたらこういうワンフレーズ入れていきましょう。で、その後すぐまた2番の A メロが入ってくるんで忙しいです。そこやってみると、ちょっとこれキーポイントになるところだと思います。そして B メロはさっきも言いましたけど疾走ビートでちょっと落ち着いた感じで I love more and more Love more and more、 だんだん盛り上げていく感じで、で、ここはサビで8ビートのチャップ Up and down Up and down、 次はさっきも言ったけど F を押さえたまんま C のとこも押さえたまんま弾きたいんですよ。これがかっこいいよ。ちょっと聞いてて Up and down Up and down、 素晴らしい。1弦の3フレットの音を響いたままにしときたいということです。で、このパプタンパプタン、この後半翼広げてウーフーニューヨークの、このニューヨークのところでまたシンコペーションマークリズムが周りズコンと食い込んできますよ。ここやってみましょう。後半のパープルタウンから、せーの、パープルタウンパープルタウン、翼広
今のここでズッコーンとこう矢印マークシンコペーションドーンと突っ込んで、後半のところこのような感じでですね、歌としてはすごくシンプルなんですけど面白いこう脳トレ的要素が結構たっぷり詰まった曲かなというふうに思いますね。ちょっとね、ブロック分けしてパートごとに練習して最後1個にまとめていくっていうのもすごいいいかなというふうに思います。で、もちろんいつも言ってることですけどこう歌詞の世界観とか矢上純子さんの当時のあの雰囲気とかねあのおしゃれなんですよ。なんかああいうなんか時代感とか歌詞のイメージとかもじっくりこう頭にこう思い描きながら演奏する、これがキーポイントになると思います。それではやってまいりましょう。矢上純子さんのパープルタウン、シティポップ風におしゃれにクールにガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。めちゃかっこいいですね。なんかこうキレがあるというかリズムもすごくどっしりしてる感じがいいですよ。なんかねガチャガチャしないようにこうスタイリッシュに行きたいからシティポップっぽいからやっぱりね、はい。でこのおしゃれなあの時代のおしゃれ感がまあ出てるんですよ。気持ちが良かったです、はい。ちょっとね難しいところ多いかもしれないんですけどこう脳トレとして楽しみながら演奏していきましょう。さあ皆さんお知らせでございます。ガズレレではですね本当いろんなことやってます。まあ、例えばグッズこのキャップとか T シャツとかこうストラップとかこの水引きとかもありますしこう本があるんですよ。今これ出てる本プラス最近この本もリリースになってこれもねもう全部合わせて累計ねもうね15万部ぐらいのあの皆さんにあのご購入いただいて本当にご活用していただいてるんでまあこういう本とかもね書籍もいっぱいあります。あのガズレレで出してるこういう本とかアプリとかもあるんですよ。まあ詳しくはね公式ホームページガズレレ公式ホームページ見ていただくともう盛りたくさんなことやってますんでぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。